うん、はい。なんか変な声出しちゃった。はい。<laughs> あのすみません。えー、国家二級整備士の二宮翔平でございます。はい。今日はですね、えー、ヨーロッパの車両に見られるですね、オイル交換の頻度の変化について話そうと思うんですけども、えっ、ー、とドカティ。 のモンスターですね、えー、最近のモンスターのお話なんですが私、あのー、市場界行ってきて、えー、そこでのメーカーさんに聞いたところびっくりしたことが一つあってですね、えー、今のドカティの新車のオイル交換頻度っていうのは1万5千キロとか2万キロ1万2千キロとかなんですよ知ってます、はい、これ多分日本の,あの国産車の、あのー、オイル交換の頻度もきっといずれそうなります。 はい、今はでもね今もなんですけどあの知ってます四輪車のオイル交換サイクルってあのメーカーカタログに何て書いてあるかっていうとですね1万キロとかあるんですよはいもしくは5000キロ昔の車だと5000キロぐらいかな今の二輪車だとホンダのホームページとかだとまあ大体3000キロって書いてあります、はい、まだそういう時代なんですけど日本は四輪車の方はすでにですねオイル交換頻度がどん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 伸びてきてます はい、これはなぜか、ねえー、まあ一口で言うとそうだな、うん、カンクラでミッションオイルが分かれているやつは、えー、オイルの劣化が少ないからそのぐらいの寿命が延びるオイルの寿命は交換頻度が少なくて済む、うん、まあ確かにそれも言えるかもしれない、はいねえー、バイクでも、ね、カンクラありますよね。 えーまあ、その方があ寿命伸びんのかなというのはねなんとなくこう分かると思うんですけども実を言うとですねこれはまたねあの、まあ、この話もすっごい嫌な気持ちがすると思うんですけどもあのヨーロッパ欧州っていうのはですねもう環境,大国なんですね環境のためなら環境を破壊してもいい国なんです。はい。で、もう健康のためなら死んでもいいみたいなねあのそういうことを環境に対してやってる国々っていうのはヨーロッパなんですよ。要するに 肺を出したくないんです。はい。肺を出したくない、あまり。ね、オイル交換サイクルが。長く設定されちゃってるんです。はい。で、どうなるかっていうと。オイルが減るんだそうです。減ったオイルに。継ぎ足す。ね。っていうのは。ディーラーでやる。 というような形での定期点検という風な中で、要は多分保証規定に組み込まれているんですね。なので、灰を出さないためにオイル交換頻度を長くして、オイルは継ぎ足しだけで灰を出さないね。はい、こういうことらしいです。はい、当然皆さん疑問が上がると思うんですけども、え、それじゃあさ、男川崎の昔のバイクみたいに。 オイル継ぎ足し継ぎぎ足足ししでいくってことみたいなねえそれやったら結局エンジンのダメージ蓄積されるんじゃないの、ね、っていう疑問が非常に湧くと思うんですねそれに対してメーカーはどういう形で答えるかというと今は、ね、エンジンもかなりクリーンになってると、ね。エンジンオイルというのがなぜ汚れるかというと。 エン,ジンエンジンの中でガソリンが燃焼したときにピストンリング等の隙間から抜けてくる燃焼ガスの中に含まれている硫黄等によってオイルが劣化するのだと、ね、今の技術は非常にこう高いのでそういった劣化をさせるような原因というものがエンジンオイルの中に入らないような構造になってるんだと。ね。だから大丈夫なんだ。 だからオイル交換頻度が少なくてもオイルの劣化っていうのが少ないんだよと。ね、というような話らしいんですけどもこれ実を言うとですね4連車ではかなり先行して行われていて実際欧州の方で走った中古車が日本に入ってきた時にエンジン開けてみるとですね外見はめちゃくちゃ綺麗なんですけどエンジンの中はかなり汚れ出てくタクタって。 っていうことが非常にこう多いらしいんですね。はい。え、じゃあ、ダメじゃんって思われるかもしれないですけども、いいんです。ね、なぜか、ね。環境がどうのと。言いつつも。言いつつも。環境がどうのと。守りたいんですけれども。でもね。新車が売れてくれないと。成り立たないんですよね。はい。新車が売れてくれて。 中古市場、中古車市場、中古車屋がそもそもぶち潰れてくれないと、ね、も,うもう全員が新車を買うしかないという時代にななってくれないと状況になってくれないと新車屋さん、儲からないからそれでいいんですと、ね、壊れてくれていいんです、ね、そんな20年、30年10万キロ、20万キロ、30万キロ持たなくていいんです。はい、これが答えです。はい もういやですね、こういうね、欧州の考え方っていうのはね、あの結局その欧州のヨーロッパ系の人たちからするとですね、自然というのは蹂躙し、破壊し、征服し、そして自分の思い通りに変えるものね、それが自然なんですよ。で、それを長く維持できるかどうかっていうのが考え方なんですね。だから木を切り倒してね、石の 建物を作ってね、で畑を作ってね、でそのための環境なんですね。はい。日本の考え方っていうのは違うんです。日本っていうのは持続可能な社会。まあ、今の、今はね、だいぶ違うんですけども、持続可能な環境。あの、っていうのを維持しつつ、国を維持ししていく。ちなみに。文明が起こり、王朝が起きると。必ずその周りの環境というものを食いつぶして、一回自然が大破壊されて。で、それで滅亡していくんですね。 日本だけなんですそれが起きてないなのが、はい、なので日本の考え方、ねえー、環境も維持していかなきゃいけない自然も残していかなきゃいけないでその中でいろんなものを新しくしてやっていかなきゃいけないというのを考えているのは、まあ、日本だけなんですよだから欧州から言うと欧州の考え方で言うとそのために車をバカスカ買い替えるワン、ねえー、シーズン使い切り、えー、5年10年で買い替えますと。ね で新しい車を買うでその新しい車は、ね、さらに環境にいい仕様になっているだからいいじゃないかと環境にもいいし物も売れるし経済も回るしいいじゃないかというのが欧州の考え方です。わ、はい、<laughs> かりますよそれを作るために出している環境負荷がどのぐらいなのかっていうのねわかりますよ皆さん言うことはわかるんですけどもそういうふうには動いてないんですね。はい、その結果 今、4輪車の方はもうそうなってきているあのオイル交換の頻度がすごく伸びちゃってるんですけども日本ののののバイクにもそそそ波っていいううはおそらくそのうち来ると思います、はいねえー、なのでドカティのモンスターもオイル交換頻度すごく長いんですけども長いんですけどもやっぱりそれでもオイル交換というのは感覚的に考えて3000キロから5000キロで変えた方が絶対に長持ちします。 機械物、特にエンジンがついているものの寿命というのはオイル交換をどれだけ高頻度でやってやったかに尽きると思います。とはいってもね毎日変えるとかそういう極端な話じゃないよ。あの適切なタイミングで変えてやるというのがあ最も良いことですので、えー、まあ環境論とかでね、えー、暴論で非常にそういうオイルは継ぎ足しでみたいなね1万2千キロ1万5千キロなんていうのをあのメーカーが言う時代がそのうち来ると思うんですけども、まあ、流されないでください。そ、はい、そういうううういいいバイク、そういう車っていうのは、 意図的にオイルを減らせるオイル消費量が高いようにできているらしいんですねオイルがどん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 減っていく1万5千キロぐらいである程度オイルが減るような仕様になっているらしいですつまりどういうことかというとですね、オイルが燃えてるんですねオイルが燃焼室の中に入り込んで燃えて出てく仕様になっているんですねはい、これ環境にいいんですかねオイルが燃えたガスというのは非常に有害です それが排気ガスと一緒に空気中にいっぱい入り込んで、えー、拡散されてで,でも廃油は出てないでしょっていうのは僕はだからどうかなと思いますね。まあ、それをきちんとちゃんと、ね、こう浄化するシステムっていうのが本当にちゃんと100%稼働す機能しているのかどうかっていうのは疑問が残ります。はいえー、というわけで、あのー、皆さんねオイル交換というのは 非常にこう大事ですで、えー、先日僕は高いオイルの方がいいっては言ったんですけども当然その方がいいんですけどそこそこの金額のオイルでも大丈夫ですただリッター数百円はやめた方がいいと思うリッター数百円はやめ,たやめた方がいいと思うんですけどもリッター1,000円以上のオイルであれば、あのー、まともなオイルですんで。 はい、あの別にねブランドもののリッターうちで使ってるのはリッター2000何本とかのね高いオイルを入れる必要はないのでただうちで扱ってる車両に関してはそういう高いオイルを入れてますけれどもあの宣年です、はいえー、皆さんはねあの自分で買えられる際はそんなにあのブランドもののすごくいいオイルじゃなくてもいいのでそれでもやっぱり、えー、そうですねあの回すバイクだったら3000キロ、ねえー、ツアラーで、えー、非常にこうオイル容量が多いもの 3リットル近く入るものであれば、まあ、5000キロぐらいかな50006000キロ長くてもそのくらいで帰った方がいいんじゃないかなあと当然ですね非常にこう夏場とか高負荷で空冷のエンジンとかで,ですね非常にこう熱を持たせちゃう機会が多いものだと当然オイルの劣化も早くなりますので交換した方がよろしいかなと思います、うん、特にあの排気量の小さいバイクであればあるほどですねオイル交換頻度というのがですね えー、エンジンの寿命に直結するというふうに僕は考えてますので、えー、ぜひです、ね、あの原付き2種ハンターカーブとかねあの250とかね、えー、あの辺乗られてる方はあオイル交換をです、ねえー、非常にこう気をつけてやってください特にあの消費機量の場合オイル少ないですので、えー、あの安く済むと思いますで、えー、ご自分で、ね、できるようになるっていうのも、ね、一つの手ではあると思うんですけどもオイル交換っていうのは基本的に私考えるんですけどもあんまり優しい整備ではないんですね 廃油も出るし、手も汚れるし、あのちゃんとです、ね、ドレンボルトのトルク管理をしっかりやってやらないとです、ね、走っている最中に抜けたりしますので、非常に危険ですので、あんまり簡単な方の整備ではないと思ってます、はい、なので、えー、ぜひです、ねえー、お店に出して、えー、オイル交換をするというのがよろしいかなと思います。はい 以上ホワイトベース館内放送ですね、えー。今日はこの在庫の山の中からお送りさせていただいております。はい。えー、うちバイク屋でバイク売ってますので、えー、ぜひですねバイク欲しいなっていう方はお問い合わせください。よろしくお願いします。